ヤンステンは、オランダ、ライデン生まれの画家である、17世紀のバロック期に活躍した。彼は、生物画、肖像画、歴史画、宗教画など様々なジャンルの作品を800ほど制作したが、特に有名なのは農民を描いた風俗画である。酔っ払った人々の乱気騒ぎ、結婚式、ピクニック、意地役をされてなく、子供の姿などをユーモラスに描いている。 また、教訓的な具話やことわざを題材にしたことも多い。彼は兼業で居酒屋を経営しており、そこで人々を観察していたと思われる。ヤン・ステーンは、ライデンに生まれる。ステーンの家族は、醸造を営み、また二世代にわたって、宿屋ザレット・ハルバートを経営していた。同年代に生きたレンブラントと同じく、ステーンもラテンスクールに通った。また、 ドイツ人の画家ニッケルズナ・ナプファーの下で絵画を学ぶ。他にも田舎の風景を描いたハールレムの画家アドリアーン・ファン・オスターデやイサーク・ファン・オスターデの影響も受けていると思われるが、しかしステーンとオスターデが実際に交流があったか、どうかは分かっていない。1648年、ステーンとハブリエル・メツーは共に大殿にセール家組合を組織する。著名な風景画家であった。 ヤンファンホイエンの女子となった後、ハーグに移る。1649年10月3日、ステーンは、ホイエンの娘マルグリットと結婚し、その後8人の子供を設ける。ステーンは、義理の父親の下で1654年まで働いた。後でルフトに移り、デアロイスカムという名の醸造所を経営するが、あまり成功しなかった。 1656年から1660年まで、ライデンの北のワルモントに、1660年から1670年までは、ハールレムに住み、多くの作品を手掛けた。妻の死の翌年でもあり、自身の父親が亡くなった1670年に、ステインはライデンに戻り、以後そこに泊まる。1672年の災いの年に、絵画市場が冷え込んだためにステインは宿屋を開く。 1673年4月には再婚。1674年には、セール学組合の代表に就任する。ステーンは1679にライデンで死去した。カキを食べる少女、マウリッツハイス美術館臓庶民の日々の生活が、ステーンの作品の主なテーマであった。聖ニコラスの祭りのように、多くの風俗画は混乱と、 高色さと言っていいほどの、生き生きとした空気に満ちていて、実際、ステーンの一家、エーアンステインハウスホールド、エーンフィショーデンワンアンステインというフレーズが散らかった、場面を表すオランダのことわざになっているほどである。ステインは、自身の作品で描いたようなお祭り騒ぎに、加わるように進めているというより、どちらかといえば、警告の意味で描いたのではないかと思われる。多くの作品は、 古いオランダの格言や文学に言及している。また、しばしば自分の家族をモデルとしたり自分を登場させたりもしている。ステインは、風俗画だけでなく、歴史画、神話画、宗教画、生物画や肖像画も手掛けている。ステインは生涯で800ほどの作品を手掛け、現在まで残っているものは350ほどである。ステーンはあまり弟子を取らなかったようで、記録されている弟子は、 リチャード・ブレイク・アンバーグのみである。しかし彼の作品は多くの画家たちに影響を与えた。ありがとうございます。